じゃこんにちは。はい、さあ豊さん、はい、もう沢豊さんって衣装が変わってないの分かってるからだいぶ疲れてきてるの分かってるから。いやいや、これあの毎回疲れてるだろ。毎回家に帰って同じ衣装を着てここに来てるんですよ。なんかテカってきてるぞ顔が走ってきたからかな。そんなことない。そんなことないです。さあこの、はい、今シーズンの、豊さんのオーダーも、はい、折り返しに入りました。ちょっとテカリっていうのはやっぱ動揺してんな。ちょっとね、やっぱりそうなの。やっぱテカるのはね、あの動揺する。はい、やっぱりあテカ、俺はテカりっぱなしだから。話テカりっぱなし押さえましょうか。まあいいです。今セパ6チームやりました、ね、残り6チーム、6チームそうです。このプロ野球チップスから引くわけですけれども、はい、セリーグ1チーム、パリーグ1チーム、はい、さあ豊さん、はい、セリーグをじゃあ引いてください。はい、はい、おじゃあどれ引くかな、どれかな、どれかな。はいはい、うん、片岡さんと青木選手が出てきました。ということはヤクルトと日本ハムか。そうです。何ですか、そのヤクルトと日本ハムか。何がおかしいの。いや今いや救急車も通っていきましたけれども。そうだ、ね、はい、大丈夫か言ってな。セリーグの、はい、昨シーズンの優勝チームと、はい、パリーグの、ま、ビッグボスが来る、ビッグボス、はい、どうするかという。いやこれも楽しみですよ。だ、はい、さあ優勝のヤクルトいきましょうか、はい、昨シーズンの変わらない、まあ、これ前回の巨人と一緒ですね。変えようがない。そうですよね、一番塩見、うん、まあ、青木が出たり入ったりすると思うんだよ、はい、今シーズンはね、うん、そんなに、まあ、一つ年齢を重ねるっていうのはさ、はい、まあ、それだけこう体に負担もくるしさ、うん、だから、まあ、そんな簡単なことではないんだよね、はい、うん、だから、まあ、2番に青木は打つけど、はい、ここら辺は入れ替えがあるんじゃないかなっていうような感じがするんだよね。で山田、はい、で村上、はい、でサンタナ、はい、で中村、はい、オスナ、うん、西浦、もうなんかもう、まあ、元山でもいいんだけどね。あ、西浦選手の代わりに、代わりに、うんうん、でも意外性は西浦の方が持ってる、はい、うん、まあ、安定感もまだあるね、うん、何のツッコミもしなくていい打順ですよね。もう出来上がっちゃったからね。いや、そうなんですよ。なぜなら優勝、これで優勝してるから。だから崩れた時に怖いんだよ。これユタさん、どこが崩れると一番ちょっと厄介ですか。中村だよ。キャッチャーも。俺は昨年優勝できたのは中村の功績が攻守にわたってたというふうに思ってるんだよね、はい、でキャッチャーとしてのリード、うん、そういったものっていうのはもうみんな評価してるよね、はい、この6番中村っていうのが、うん、サンタナ、村上、サンタナ、中村ってちょっと弱い感じがするでしょ。はい、でもノーアウト一塁になったら中村だったらバントができるんだよ。できますね、一発で決めてきますよ、ね、そうでランナー一塁だったらエンドランとかできる。はい、何でもできる、何でもできるんだよ。どうなっちゃったの中村みたいな。そうです、そんな素質あったのかみたいな。確かに昨シーズンそれ結構見ました、うん、そうそう、でちょっと格好つけ出したんだよ中村が。どうでいいじゃないですか。いや、もう球場行ったらもうツッコミどころ満載なわけよ中村選手、ね、中村、はい、寄ってきてくれるんだよ。あ、いいですね、あ、豊さんとか言って、うん、でも今度会ったら行ってやろうと思って、ちょっと格好つけすぎだよって。いや、でもそのくらい何でもオールマイティにできる選手なんですよね。あ、びっくりしちゃう。はい、で、まあ、オスナ、西浦って続く。だからそこの中村選手が崩れた時にちょっと怖いよっていうことですよね。ここにサンタナ、オスナってつなげちゃうと、はい、チャンスが潰れる可能性があるんだよね、うんうんうん、まあ、ゲッツーとそれは もちろん反動で大量点っていうことも可能性はあるんだけども、やっぱ中村がうまい具合に、うん、なんていうの、こう押したり引いたりできる選手だけにね、はい、ここが崩れるのがすごく嫌だよね。そうですね、うん、逆にそこが崩れなければ本当にヤクルト今年もっていうことになってきますもんね。今年もいいね、この布陣で。そうですね、うん、ただ昨年は中村もそうだし、うん、中村が特にそうかな、はい、やっぱ状態が良かったよね。そうですね、うん、だからそのバッティングの状態をちゃんと、うん、維持できてるかどうか、うん、まあ、そこら辺がやっぱポイントの一つだというふうには思うけどね。そうですね、はい、はい、じゃあパリーグです。パリーグの日本ハム、はい、日本ハムはちょっと
これ予想立てるの大変じゃないですか。予想なんか立つわけないじゃないか、お前ビッグボスの。そうですよね、ガラガラポンするってもう言ってましたからね、うん、まあ、だけど、はい、こうなるんじゃないかっていうのは、うん、ある程度やっぱ出さなきゃいけない。西川選手が抜けましたからね、はい、さあ豊さん、一番は磯畑。一番磯畑選手めちゃくちゃ速いから足もう二塁まで行くんじゃないですか、バントでセーフティーバント。それはいけない、それはいけない、それ言ったらプロじゃない。そうです、ね、守り手が、守り手側がですね、うん、そうなりますね。だからまあ磯畑っていうのは俺は一番で使ってもらえると思ってる、ね、まあ、足も速いし、そうそう、その塁に出るという意味では磯畑選手ってどう、まあこれからだろうけどな、はい、うん、まあ、昨年はちょっと足の故障で、うん、まあ、ちょっと戦列離れたけど、はい、まあ、栗山監督もやっぱり一番でなんとか使おうとしてた選手だけに、はい、やっぱり磯畑の足っていうのは使えたら外せないよ、うん、そうですね、あ、これはもう特別な足だもん。お、じゃあその特別な足を生かせるようにする2番は誰にするの？万波。万波選手、おお、万振り万波、万振りですもん、ま、万振り OK なんですね。いや、万波の身体能力なんか半端ないから、これ。じゃあそれこの 1,2 番すごくないですか。いや、万波なんて足速いから2人とも。ああ、もう。で、その2人ともの足を生かす3番は近藤だよ。あ、まあ3番そうですね、近藤選手、はい、近ちゃん、はい、ね、万波、近藤、横浜高校だ。あ、先輩後輩なんですか。そう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 。おー、で、そして野村ね。あ、まあ期待されてる、ずっとね、はい、うん、で、まあ昨年もちょっと怪我あったけど、はい、まあまあ、あの体力もついてきたし、はい、まあまあ野村が行くんじゃないかなっていう、打てればいいよね。昨シーズンはその近藤選手4番の野村選手3番が多かったんですけど、うん、ここはあえて今シーズンはちょっと逆にするっていうことで、豊さんもそうだね、うんうん、はい、まあその方がいいかなって。野村の方が長打力はあるし、うん、まあ、近藤は確実性がある、はい、まあ、例えばオリックスの打順を見た時に、うん、吉田、杉本ってつながるでしょ、はい、吉田って首位打者取ってるよね、はい、出塁率もよくで、杉本がいい、うん、まあ、よく似てない。近藤がやっぱ首位打者を狙える、出塁率がいい、で、野村が長打を打てる、そうですね、まあ、こういうところでやっぱ3、4番というのは決めていかないとさ、はい、で、渡辺、お、渡辺選手を5番、うん、はい、やっぱ去年ね、ちょっと戦列を離れる時期多かったけど、はい、まあやっぱりこの速球破壊を、うん、知ってる？速い球にめっぽう強いです。渡辺選手、うん、それだけなんだけどね、はい、特徴が、まあ、まだいっぱいありますね、まあ、いいところはいっぱいありますね。あるんだよ、いいところはあるんだよ、はい、でも真剣にやりなさいという、ね、もっと野球に対してという意味を込めて、はい、はい、で、6番、今川、はい、今川選手、このね、札幌ドームでホームラン昨年打ったんだけど、はい、あの打ち方いいね、おお、魅力ある、はい、だこれ中田翔選手だったりとか西川春樹選手が抜けた分やっぱり入ってこれるってことですよね。いや、入らなきゃ、育てなきゃいけないということだから、はい、だから今川にちょっと期待、期待を込め、俺はね、はい、さあその今川選手の後を打つバッターですけれども、うん、多分これはねサムネイルに、はい、多分なると思うけど、サムネに、はい、清宮、あ、清宮選手、清宮は何番だみたいなサムネイルになってると思う。なってるか、もしくはもう全然違うものになってるか。全然違ったらダメでしょ、ね、笑っちゃいますよね、笑っちゃいますこの予想も何なんだって話になっちゃいますからね。だからまあ清宮がね、あ、やっぱ清宮を育ててほしいよな、あのビッグボスに。うん、どう痩せたらもうちょっとモテるよなんて言われたら、本当に痩せてきちゃったからね。そうですね、うん、あの暗示、いい暗示ってことですよね。そう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 、この清宮選手ビッグボスがどう使うか、そうだね、うん、まあ、それが一つのポイントだと思うけど、はい、あと8番キャッチャーが、まあ、清水、はい、で、まあ、ラストバッターに石井、はい、和成というね、うん、まあ、こういう布陣かなっていう、うん、ただ本当に日本ハムがねどういう風にしてくるのかが全くまだ分からない。いや、でもこんな感じで少なからずとも、はい、遠くはないと思う。お、うん、近いところでは、うん、で、万波なんか俺大好きな選手になってくると思う。やっぱ身体能力が高い、うん、まあ、新庄とよく似てる監督と、はい、うん、ね、もう本当に球なんか投げさせたらバックネットまで投げちゃう。あ、ものすごい身体能力ある。センターまでだよ。
すごいですね。すごいんだよ、球も速いし。あ、そういうのが多分ね、ビッグボスは好きだと思う。そうですよね、うん、それをコントロールよくしろみたいな、うん、そういう感じだと思うし、うん、ね、まあ、五十幡の足、はい、これも半端なく速いし、うん、これ特徴がある選手が多分多いと思うんだよ、うん、で今川清宮ってこれ仕上がったらこの2人が並んでたらホームラン王争いするような、そうか、そうなんですね、そのぐらいの、まあ、逸材ではあることは確かなんだよ、はい、でもそれがうまく伸びるかどうかっていう、そうですね、うん、そのね、こっちコーチ側だったり監督側の手腕もそこはありますね、だからまあ楽しみだよね、そうですね、楽しみな打順ということで、はい、セリーグは、ヤクルト、うん、そして、パリーグは日本ハム、はい、はい、を見ていきました。